ビジケアルバンドゴールデンボンバーの生印象さんが11月21日毎月恒例のニコニコ生放送生印象の泥船放送室を配信メンバーの歌広場潤さんが起こした不祥事を謝罪し現在の思いを語りました11月10日の「週刊文春デジタルで」で既婚者子持ちの身でありながら20代女性と不倫し相手が妊娠中絶していたことなどが報じられた歌広場さん所属事務所 株式会社ユークリッドエージェンシーは報道内容をおおむね事実と認めており、歌広場さんは、このたびは私の起こした不適切な行動により多くの方にご不快な思いをさせ、ご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げますと謝罪文を発表しています。 同報道から初めての生配信を実施したキリュウインさんは、うちのバンドのことで悲しい思いや不安な思いをさせてしまいと、メンバーの不祥事を神妙な面持ちで謝罪。キリュウインさん自身も、9月の結婚発表直後に二股交際を報じられており、僕も2ヶ月前に記事になった中で、決して強く言えたことじゃないのですが、 今日は生放送で今の僕の思いとか考えることを話せたらと慎重に言葉を選びながらファンに思いを伝えています。桐生院さんは本当に今後のことが決まってないと報道から日が浅く結論が何も出ていない状態だとしながらも音楽続けていく気持ちに変わりはないですと明言。 17年間のバンド活動を振り返りゴールデンボンバーに人生をかけていたと強い思いを語っており音楽活動の継続を大前提として今後の身の振り方を考えていく姿勢を示していましたまた年末年始は近年にないほど余裕のあるスケジュールになっているそうで海外への音楽留学を視野に入れていることも告白したキリさん ちょっと古めの曲ばかり作っていて音楽の幅もそんなになかったんだなって考えたりすると音楽留学もありなのかなと前向きな考えを明かしつつもでもそれって現実逃避なんでしょうねどの国に行けるんだろうなとか調べて空想して現実逃避してるだけだったんじゃないかなと冷静に自身の精神状態を分析しています。 今後のバンド活動については、メンバーと話し合ってからだな。みんなで話し合うので、はっきりしたことが言えないと白紙状態であることを改めて強調したキリュウインさん。熱心なファンがメイン層となっている同配信の視聴者からは、これからも変わらずに大好きです。ショックを受けたのは事実ですが、4人を応援したい気持ちもあります。など応援メッセージから、歌広場さんの件は、あまりにも擁護できない。とても悲しかったです。 もう何を言っても、嘘にしか聞こえなくて、など失望の声まで、さまざまな意見が寄せられました。